刺繍して。ああいいよ。何に刺繍するんだい？あのね、お弁当包み。明日遠足なんだよ。明日？それはまた急だね。マルコ、また今度にしなさい。おばあちゃん大変でしょ。大丈夫だよ、持っておいで。わーい、やったできたよ、マルコ。ほんと？はいよ。うわ、きれい。ありがとう、おばあちゃん。すみません、お疲れじゃありませんか？なに、大丈夫さ、心配ないよ。マルコ、無理言ってやってもらったんだから、大事に使いなさいよ。わかってるって、絶対大事にするよ。翌日。ただいま。おかえり。どうじゃった遠足。はい。ん？なんじゃ？あれ、取れないよ。どうしたマルコ？おじいちゃん、どうしよう。お弁当の汁がこぼれて枯れ葉になっちゃったよ。大事にするって言ったのに。どれ、ちょっと貸してごらん。よし、落ちたぞ。ほんと？よかった。あ、刺繍が。すまん、すまん。おばあちゃんに言って直してもらおう。ダメだよ。すごい無理してやってもらったのに。絶対大事にするって言ったのに。おばあちゃんきっとがっかりするよ。しかし、一体どうすれば。お願いだよ、おじいちゃん。絶対に言わないで。マルコ。おじいちゃんが何とかしよう。だから泣かんでおくれな、マルコ。おじいちゃんが。ああ、そうとも。おじいちゃんに任せなさい。とは言ったものの、はて、どうしたものか。翌日。マルコ、できたぞ。え？ほれ。あ、治ってる。うわ、でもどうやって？ああ、わしが刺繍した。え、おじいちゃんが？実はわしはお裁縫が得意なんじゃ。知らなかったよ、すごいね。ちゃんと元通りになってる。ありがとう、おじいちゃん。行ってきます。すまんかった、ばあさん。マルコは喜んでいたかい？ああ、しかし心が痛む。わしが直したとマルコに嘘をついてしまった。仕方ないじゃろ。あたしには絶対言わないってマルコと約束したんだろ。はん。それにわしが何とかするから任せろと大見え切ったりもしたんだろうし。なぜそれを？わかるよ、それくらい。すまん。じゃ、私は婦人会に行ってくるよ。
ただいま。おかえり。おじいちゃん、今日暇？ん？そうじゃの。これといってすることはない暇じゃ。一緒に遊ぶかい？実はお願いがあるんだ。ん？今日友達にね、うちのおじいちゃん刺繍が得意なんだって話したら、みんなすごいねって。ああ。それでね、みんなもおじいちゃんに刺繍してほしいって言ってハンカチ預かってきたんだ。え？3人分、はい。明日学校へ持って行きたいんだけど、いいかな。まだ時間あるからできるよね。今さら嘘じゃったとは言えん。しかし、このまま嘘を突き通せるものか。おじいちゃん、やってる？今やろうと。頑張ってね、おじいちゃん。はい。ばあさん、早く帰ってこないかの。わしゃわしゃ。おじいちゃん、うん、どう？はかどってる？大丈夫？ああ、心配ない。大丈夫じゃ。そう、出来上がりが楽しみだね。もはや一か八か、わしが自分で刺繍するしか。よし、まずは黄色い糸で胃腸を刺繍すればいいんじゃな。いざ、さくら友蔵76歳、黄色い胃腸刺繍戦。胃腸無理じゃ、無理じゃ、これ絶対無理じゃ。ばあさん、呼び戻そう。それしかない。あ、おじいちゃん、どこ行くの？いや、トイレに。トイレあっちだよ。そうじゃった。お茶ならマルコが入れてあげるよ。座って。はい。あ、私が出るね。はい、さくらです。あ、おばあちゃん。うんうん、変わっておくれ。じゃあね。あ、ごめん、切っちゃった。おばあちゃん、帰り遅くなるって。おばあちゃん、帰り遅くなるって。遅くなるって、遅くなるって。おじいちゃん、おれ。ばあさん、 SOS、 SOS じゃ。うちのばあさん、ばあさんやい。おや、さくらさん、小竹さんなら田中さんとあんみつ食べに行きましたよ。どこの店です？さあ、ちょっとわかりませんね。ばあさん、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 どこ行ったんじゃ。手芸の店？救いの店じゃ。友蔵よ、また嘘をつくつもりですか？お、おじいちゃん？おじいちゃん、どうしたの？具合悪いの？大丈夫？救急車呼ぼうか？いや、ちょっと腹が痛いだけじゃ。思うぞ
また嘘をついてしまった。もうこれ以上はダメじゃ、耐えられん。おい、すまんマルコ、払いたは嘘じゃ。え、いや、払いただけではない。お茶もトイレも全部嘘じゃ。そんでもって刺繍も嘘じゃ。すまんマルコ。みんなに気を使わせてしまって悪かったね。おばあちゃんは悪くないよ。私が初めから正直に言って謝ればよかったんだよ。いや、マルコは悪くない。わしが嘘をついたのがいけなかったんじゃ。その嘘に乗っかったあたしも悪かった。さ、できたよ。わー、ありがとうおばあちゃん。この笑顔が見たくて重ねた嘘。しかしやっぱり嘘はつかない方が良いと思う友蔵なのであった。マルコ、新種の虫を見つけたいの巻。グループ研究の課題を天体観測にして正解だったね。本当だね。知っているかい？ん？彗星を見つけると見つけた人の名前を付けられるんだよ。あ、聞いたことある。なんか夢があるよね。ねえ、天体望遠鏡買おうよ。そんなもの買って何に使うんだ？星を見るんだよ。それ以外の使い道はない。彗星を見つけたら名前を付けられるんだよ。彗星なんて簡単に見つけられるわけないでしょ。そんなのやってみないとわからないじゃん。彗星もマルコに見つけられるほど間抜けじゃないわよ。何さ、ひどいこと言うね。とにかくうちにはそんなもの買う余裕はないわよ。そんなこと言わずにさ、娘の未来に投資すると思ってさ、偉い学者になるかもしれないよ。危険な賭けである。マルコが偉い学者？全然想像もできないわ。はい、じゃあこうしよう。天体望遠鏡を買ってくれたら一緒に名前をつけてあげるよ。別に名前なんてつけてほしくないね。わしはつけてほしいな。さすがおじいちゃん、いくつになってもロマンを持っているなんて立派だね。ロマンがなくて悪かったな。よし、わしが買ってやろう。わーい、おじいちゃんありがとう。もうまた甘やかして。マルコ、絶対彗星発見するからね。ああ、楽しみじゃの。わしとマルコの名前がついた星か。マルコ友蔵彗星。ちょっとありきたりかの。マルちゃん友ちゃん彗星。重みがないか。二人の名前をくっつけて、友子彗星。それでは、友子さんが発見した彗星である。マルコ彗星、桃子彗星、どちらにしようかな。マルコよ、わしの名前を忘れんでくれ。翌日。こんなにするのか。偉い学者になれるんだから安いもんだよ。マルコ、すまん、買ってやれん。え、買えないの？あ、野口さん。こんにちは。こんにちは。こんなところで何してるの？天体望遠鏡買いに来たんだけど、高くってさ。天体望遠鏡。彗星を見つけて名前をつけようと思ってね。ああ。儚い夢だったけどね。それなら新種の昆虫を発見しても名前をつけられるよ。え？虫？へえ、そうなんだ。ということはトモコムシか。だから、それではトモコさんが発見した虫である。地球にはまだまだ発見されていない昆虫がたくさんいるからね。星よりも可能性あるんじゃない？虫か。案外、身近なところにいるかもしれないよ。身近なところ？台所の隅に新種のゴキブリがいたりして。え？変な想像しちゃったよ。
確かに虫の方が天体望遠鏡もいらないし安上がりだけど、私はやっぱり彗星の方がいいな。変な虫見つけても嫌だしね。蝶々はどうじゃ？蝶々？蝶々なら綺麗だし人気もあるぞ。マルコ蝶か。マルコ蝶じゃ。悪くないかもね。単純である。翌日。ああ、やっぱり見つからないもんだね。あ、さくら。ん？あ、あんたたちも虫取りに来たの？長山がさ、この間珍しい虫捕まえたって言うからさ、今からその場所に行くところなんだ。赤島トラカミキリって言ってね、綺麗な赤色のカミキリムシなんだ。へえ。ねえ、私も一緒に行っていい？ええー。どうする？僕は構わないけど。別にいいけど。足手まといにならなければね。ならないよ。よし、決まりだな。じゃあ行くか。これラッキーだったね。本当に新しい虫を見つけられるかもしれないよ。期待しちゃうね。ここだよ。よし。さくら、俺にも貸してくれよ。いいよ、はい。ほら、藤木、虫除けスプレー。うん。何勝手に回してるのさ。ま、別にいいけど。はい、長澤君。僕は遠慮しとくよ。長澤、虫に刺されても知らないよ。そうだよ、使いなよ。いいって言ってるだろ。嫌なら無理して使ってもらわなくてもいいけどさ。君たち、ここに虫取りに来たんじゃなかったのかい？自分から虫を避けてどうするんだよ。ああ、しまった。さくら、どうしてくれるんだよ。一匹も取れなかったらさくらのせいだからな。あんたが貸してくれって言ったんでしょ。今日は僕の独壇場だな。みんな、何してるんだ。早くおいでよ。ああ、いたいた、こいつだな。藤木君、うん、僕から離れてくれよ。君がいると虫が近寄ってこないじゃないか。ごめんよ、長澤君。じゃあ僕はこっちに行くよ。はあ、なんか少し疲れてきたな。簡単に虫を見つける方法ってないのかな。あ、そうだ、長山くんならいいところを知ってるはずだ。新種の蝶々。ん？野口さん。奇遇だね。キャ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 。何してんの？トンボ釣りだよ。トンボ釣り？そう、トンボ釣り。あ？すごい、トンボ取れちゃったよ。えい、難しいもんだね。ローマは一日にしてならず。わ、綺麗。初めて見るよ。マルコって綺麗ね。私、マルコって大好き。いや、参ったね。あ、捕まえなくちゃ。さくら。あ、いない、いないよ。さくら、虫除けスプレーなんだけどさ。ちょっと長澤、蝶々見失っちゃったじゃないのさ。八つ当たりはよしてくれよ。僕はただ虫除けスプレーを借りに来ただけなのに。あんたいらないって言ってたでしょ。僕がこんなに痒くて虫取りどころじゃないのに、さくらって案外根に持つタイプなんだね。貸してあげるよ。結局何も取れなかったよ。さくら、ほらどうだ、
すごいだろ。あ、この蝶々。大紫って言うんだぜ。綺麗だろ。大紫？新しい蝶々じゃないのか。そう。うわーい！ちょっと野口さん、何するの？頭に虫がついてる。え、どこどこ？変な模様。この模様、おばあちゃんが笑っている顔に見えるね。言われてみたや。面白い。どうしたんだい？さくらが捕まえた虫が面白いんだ。新種かもしれない。え、名前つけられるね。模様がおばあちゃんが笑ってるみたいに見えるね。マルコ変なの。マルコっておかしいね。おう長山、見てくれ、さくらが面白い虫捕まえたんだ。新種かもしれないぞ。残念だけどこれは新種じゃないよ。赤筋菌カメムシっていうカメムシの幼虫だよ。え、カメムシ？なんだ、違うのか。成虫は日本一美しいカメムシと言われるほど綺麗なんだ。あ、そうなんだ、残念だな。おばあちゃん模様のカメムシが新種ではなく、悲しいような嬉しいような複雑な心境になるマルコなのであった。勘弁してよマルオくん。ほら私見ての通り病み上がりじゃん。だからつい居眠りしちゃったんだ。決めたルールは守りたいけどさ、ちょっとは優しくしてよ。次回のちびまる子ちゃんは、マルコマスクの日々、マルオくん選挙公約に食いしめられるの2本だよ。お楽しみにね。